んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、人を批判するのをやめるです。あなたの頭の中に批判の声がありませんか？口には出さなくても頭の中で、例えばニュースを見ているとき、上司の話を聞いているとき、いつもいつもこんなんじゃダメだとか、何やってるんだあいつらはとか言ってたりしませんか？でもあなたは上司のように責任を取ってるのでしょうか？政府のように重い責任を取って全てを見渡しながら仕事をしているでしょうか？明らかに向こうの方がより重要な仕事をしていて、あなたはその現場も知りませんよね。行動するリスクも負っていません。だから当然こちらが下だということはどこかで分かっていると思います。ではなぜ批判するんでしょうか？まず批判する時の心は実は子どもの心だということなんです。その子どもの心とは感情脳ですね。そしてこれはなんだか変だな、なんで自分はこんなことを言ってるんだろうと思う自分は大人の脳で、理性の脳なんですね。ですからまず第一歩は、批判しているのは子どもの脳で感情脳だということ、そしてちゃんとそれがダメなことだと分かっているのは大人の脳だ、理性の脳ですね。これをしっかり頭に入れましょう。とするとあなたが例えば会社の方針を聞いているときに、なんだこれはこんなんじゃダメだと思っている間、あなたは感情脳を使っているということです。ということは理性の脳が使えていません。これではあなたの能力は増えませんよね。同じように人から学んで勉強してもあなたが受け取る量は非常に少ないということになります。そもそも子どもの脳はなぜこんなに人を批判するかというと、自分が偉い人だと思いたいんですね。自分が一番偉い、誰よりも上だと思いたいにもかかわらず、こうやっているとあなたの理性の脳はしっかり発達しないので、それであなたは一番になれないんです。こうして子どもの脳は自分が一番じゃないということに気づくので、さらに人を見下して周りを落とすことで相対的に自分が上になるようにしているわけです。とてもバカなことですね。こうして自分が一番だと思った、だから人を見下した、そしたら実力がつかなかった、そして自分が下だと感じたので、さらに人を見下して自分を上にしようとした、するとまた実力がつかないというループにはまってしまうんです。なんて無駄なことでしょうか。これを直すにはまず子どもの心が、自分は負けた、自分は本当は偉くない、下なんだということを負けだというふうに感じさせることが大切なんですね。ですから自分は負けたということを何度も言うという訓練もおすすめしますが、それと同時にこの誘導瞑想を聞いてくださいね。ではいつものように目を閉じます。そして6歳の自分をイメージして大人の自分が話しかけます。聞いていてくださいね。あなたは赤ちゃんの時からお父さんお母さんの世話になっていたよね。自分がとても大切にされたから自分が一番偉いんだって勘違いしたね。あまりにも偉いと思い込んだからお父さんお母さんがダメとか違うよって言った時、恥をかいた、バカにされたと怒り出して、お父さんお母さんはバカなんだって決めつけたね。あなたはただのバカな殿様なんだよ。子供のあなたが親よりも偉いわけがないでしょう。その延長線上で
大人になった今でもそれをやっているよ。大人の自分はそれでとても困っているんだ。あなたがそんなに傲慢だからちゃんと学ぶこともできなくて一番になんかとてもなれないんだよ。だから今すぐ人を見下すのをやめなさい。批判はやめなさい。素直に自分は負けていると認めなさい。あなたは本当はお父さんお母さんほど偉くない。政府の人たちより偉くない。自分が思っているほど賢くもないし実力もないと認めなさい。バカな殿様はやめて人がやってくれていることに感謝しなさい。あなたができていないことをやっている人たちを尊敬しなさい。あなたが負けを認めたからといってみんなが攻撃してくるわけじゃないよ。あなたが攻撃していたからそういう恐怖を感じるだけで、実際にはあなたは誰からも滅ぼされたりしない。だから負けを認めたって人生おしまいってわけじゃないんだよ。周りの人はあなたが謙虚に学ぶならちゃんと導いてくれるよ。人の話を聞くときにまた批判が出たら、もしかして間違ってるのは自分ではないか、もしかして相手の方が正しいのではないかと思って人の話を聞きなさい。上の人に従ってその人たちの話を肯定的に聞けばその本当の意味がわかるよ。それであなたに何も損はない。それどころかあなたは能力がどんどん高くなっていつか本当になりたかった一番になれるんだよ。だから素直に負けを認めなさい。自分は負けていた、下だった。だから素直に学びますと決めなさい。そしてあなたがなりたかった本当の一番を目指しなさい。できるよ。あなたならできる。頑張りなさい。